ないい子にしてた？おかえりなさい、ママサレ。ママって呼ばないでね。いつも言ってるけど、私まだ17歳よ。それよりも悪いけど、お腹ペコペコだから晩ご飯の残りでもあったらちょうだい。何もないならてんやものとか頼むけどね。あ、大丈夫です。今日はすずめお姉ちゃんが仕事で遅くなるって言ってたから、私たちが食べるものを用意しといてくれて。だから食べるものはありますから、温め直してきます。危ない、慌てなくてもいいからね、くるみ。っていうか食べ物の用意ぐらい自分でするわ。もう夜も遅いし、くるみは部屋に戻って寝ちゃいなさい。いや、でもせっかくママサレンがお家に帰ってきたから、おしゃべりしたい。うん、じゃあ一緒に食事の用意をしましょう。仲良くおしゃべりしながらね。ずっと家を空けちゃってごめんなさい。寂しかった？みんな寂しがってましたよ。うん、でもあとちょっとの辛抱だから。今日もなんだか無駄にトラブルに巻き込まれちゃって、先行き不透明だけど、あんたたちの平和な暮らしが第一で最優先よ。わあ、ママサレ抱きしめちゃ嫌です。苦しい。私たちはどうすればよろしいのでしょう。ああ、ごめん。お客さんを玄関の前で立ち往生させちゃって。空き部屋がいくつかあるから案内するわ。そこに荷物を運び込んじゃってね。悪いけどベッドメイクとかも自分でやってちょうだい。一流ホテルのスイートルームとはいかないけど、まあ雨風はしのげるわ。今日はお互い疲れてるし、ゆっくり休みましょう。おっと、言い忘れてたわね。宿女らしくきちんと歓迎の挨拶をしないと。ようこそ愛しい我が家サレンディア救護院へ。ふむ、なんだか今日はずっと状況に流されっぱなしでございますね。お疲れでしょう、主様。手早くベッドを整えましたので横になってくださいまし。はい、荷物は後日これまで寝泊まりしていたホテルから運んできますので、今日のところはゆっくりお休みになってくださいまし。はい、サレン様のご厚意でこのサレンディア救護院に止めていただけることになったのですよね。ホテルまで戻ろうにももうだいぶ遅い時刻でございましたし、ずっとホテル暮らしをしていると宿泊費だけで救急としてしまいますしね。ほとんど無料で寝床を提供してくれるというサレン様のご提案は渡りに船でした。いろいろトラブルに巻き込んでしまったお詫びなどと言われましたけれど、まあお言葉に甘えて今晩のところはご厄介になりましょう。あれなら生活が安定するまでここで寝泊まりしてもいいなどと言われましたけどね。そこまでお世話になるのもやや心苦しくはありますね。サレン様たちを信用してよいものかまだ判断がつきませんし、まあ私は主様のご判断に従います。どうかお好きなように、何があっても私が主様のお命だけは守り抜きますので。とはいえさすがに今日は散々修羅場に巻き込まれたので疲れました。私も休ませていただきますね。おやすみなさいまし、主様。
食事の準備ができましたので、まだ起きられておられるならご一緒に。あなたたち、なんで一緒に寝てるんですか？ふむ、何か問題がございますか？いや、問題っていうか、コッコロちゃんはまだ子供とはいえ、若い男女が同寝なんて。もしかしてお二人はそういう関係なんですか？そういう関係とおっしゃいますと？私と主様はご覧の通り、ごくありふれた主従関係でございます。就寝中、主様は無防備になられますからね。こうして私が同じ寝床に入って身辺の警備をしているのです。何があってもすぐに対処できるように。私は体温が高いらしく、抱っこして寝ると湯たんぽ代わりになっていいと主様には好評でございます。いけませんか？いけませんよ。あなたたち別に親子でも兄弟でもないんですよね。間違いがあったら大変です。子供たちの教育に良くない。コッコロちゃんにも別室を用意してますから、そっちで寝てくださいね。ほら、おいで、早く子供たちに見られる前に。ふむ、何をそんなに慌ててらっしゃるのですか、スズメ様。私たちこれまでも同室で寝泊まりしておりましたよ。それぞれ個室を借りると宿泊費が高くつきますからね。ダメだったでしょうか？ダメですよ。もう、あなたたちってたまに常識がないですね。謝ることはないですけど、そういえばあなたって記憶喪失なんでしたっけ？だからいろいろ大事なことがすっぱ抜けてるんですね。それなら情状酌量の余地はあるっていうか、仕方ないです。でもまあ、やっぱり若い男女が同寝するのは問題なので、すぐ向かい側がコッコロちゃんの部屋ですから、コッコロちゃんはそっちで寝ましょう。けれど、私は主様のおそばから離れたくないのです。わがままを言わないでください。寂しいのはわかりますけどね。心細いなら私が一緒に寝てあげますから。ふむ、主様はダメで、スズメ様はオーケーなのでございますか？理屈がわかりかねます。できれば主様と一緒がいいのですけど。はあ、もうどう説明したらいいのやら、困っちゃいますね。とにかくお嬢様が広間でお待ちですので、二人ともそちらで一緒にお食事をとってくださいね。まあ眠いなら寝ちゃってもいいですけど、しばらくお二人はサレンディア救護院で過ごされるんでしょ？それならおしゃべりする機会はこれから先いくらでもありますからね。寝室まで運んでもらっちゃって、私だけじゃ女の子一人抱っこして運ぶのは大変ですから、男手があると助かりますね。はい、本当によければずっとサレンディア救護院で暮らしてもらって大丈夫ですからね。家事とか手伝ってもらえたら嬉しいですし、あなたなら安心ですから。先ほど帰ってきたんですよ。ただいまです、
あやねちゃん。うん、おかえり。あんまり家を開けないでよ。私はお姉さんだから大丈夫だけど、くるみが寂しがるからね。ごめんなさい、あやねちゃん。今回はちょっと予期せぬトラブルがあって帰りが遅くなりましたけど、なるべくみんなのそばにいますからね。あれ、私寝ちゃってましたか？ああ、起こしちゃいましたね。寝ててもいいですよ、くるみちゃん。あれ、くるみを抱っこしてるのお兄ちゃん？あやねちゃんもお兄ちゃんのことを知ってるの？うん、くるみも？あなた、本当に顔が広いですね。カクカクしかじかで。この方は、このサレンデ野球五院で寝泊まりすることになったんですよ。仲良くしてあげてくださいね、くるみちゃん、あやねちゃん。うん、もちろん、任せて。お兄ちゃん、サレンディア救護院では私の方が先輩だからね。私のことはあやね先輩って呼んでね。じゃあ俺のことはプー吉先輩って呼べよ。よろしくな、新入り。はあ、じゃあ私はくるみ先輩？お兄ちゃんに先輩って呼ばれるなんて不思議な感じ。さっきはちゃんとご挨拶できませんでしたけど、一緒に暮らすなら家族ですね。よろしくお願いします、お兄ちゃん。よろしくね、お兄ちゃん。二人ともあなたに抱きついて甘えん坊さんしてますね。とはいえもう夜も遅いですし、二人とも寝ちゃってくださいね。夜更かしすると悪いお化けに食べられちゃいますよ。はい、どうぞ。残り物で悪いけど遠慮なく食べてね。あんたも災難ね。せめて美味しいものでも食べて、あったかいベッドで寝なさいよ。終わりよければ全てよしって言うしね。あれ、お嬢様もこの方とお知り合いなんですか？うん、ひょんなご縁でね。何度か仕事を手伝ってもらったりしたわ。どうもスズメもお世話になったみたいだし、あんたって意外と顔が広いのね。あやねちゃんやくるみちゃんもこの方とはお知り合いみたいですよ。くるみちゃんたら、さっき同室のあやねちゃんと一緒に親しげにご挨拶してましたよ。二人ともこの方をお兄ちゃんなんて呼んで懐いてました。おお、一応言っとくけど、うちの子たちによからぬ真似をしたら許さないわよ。あんたは底抜けのお人よしっぽいし、まあ余計な心配だろうけど、私にはサレンディア救護院の子供を守る義務がある。あの子たちを傷つける不定の輩は私の剣のサビにしてやるから。ああもう、しかし疲れたわ。大急ぎで山奥の屋敷から駆けつけてさ、カオンとナイトメアの小競り合いを仲裁してさ、この後も事情聴取を受けなくちゃいけないのよ。徹夜になりそうね。老けちゃいそう。間違いなくお肌が荒れるわ。お疲れ様です、お嬢様。っていうか事情聴取なら私たちも一緒に受けるべきでしょうか。お嬢様よりもよっぽど当事者って感じですしね。ううん、今晩のところはギルドマスター同士で軽く話をする程度にしとくわ。サレンディア救護院の私と、ナイトメアのジュンさんと、カオンのマホさん、その3人で会合を開くわ。
もう夜も遅いしね。あんたたちの事情聴取は明日以降になるはずよ。しばらくは面倒だろうけど、時間を取らせてもらうからね。その間はあんたたちはサレンディア救護院で寝泊まりしてくれたらいいわ。食事と寝床ぐらいこっちが無償で提供するから。他に行き場がないならずっとここで暮らしてくれてもいいわ。うん、もちろん自分の食いぶちは稼いでもらうけどね。こっちも仕事の紹介ぐらいするし。一応言っとくけど逃げないでね。あんたたちを引き取ったのは事情聴取とかが終わるまで監視するって意味もあるから。まあ保護観察処分ってところね。カオンのギルドハウスは襲撃されたせいで半壊したし、ナイトメアの本拠地は王宮だから関係者以外は立ち入り禁止だしね。だからまあうちが引き取るしかなかったんだけど、うちは今回の抗争ではほぼ第三者って立場だしね。そういう意味でも好都合ってわけ。うちは一応ナイトメア側、プリンセスナイトの参加ギルドだから完全に公平っていうか中立ってわけにもいかないけど。なんかややこしいですね。困ったものです。うちみたいな平和なギルドが抗争に巻き込まれるなんて。やっぱり私のせいですかね。ごめんなさい。なんであんたのせいなのよ、スズメ。こっちはトラブルに巻き込まれただけの被害者よ。堂々としてなさい。弱みを見せたらつけ込まれるわよ。あんたはランドソルに来てから日が浅いみたいだし、あんまりギルド同士の関係とかに詳しくないわよね。わけわかんないって顔してるし。まあ簡単に説明してあげる。食事しながら適当に聞きなさい。うちの町ランドソルはこのアストライア大陸を長年にわたって支配している国家の首都よ。古臭いいわゆる中央集権タイプの国家で、代々王家が為政者として君臨してる。そんな王家の居城が町の真ん中にある王宮ね。王家は国家の運営と政治、公的機関やソルの塔などの管理をしてるわ。プリンセスナイトっていうのはそんな王家直属のギルドの総称よ。郵便、警察、消防、防水、その他諸々の公的機関の運営はプリンセスナイト傘下のギルドがそれぞれ行ってるわ。そういえばどうしてプリンセスナイトなんて名前なんでしょうかね。むいみちゃん、ノエムちゃんがその名前に異様な反応をしてたんですけど。そう、何か大昔の伝説に由来するみたいだけどね。興味があるなら図書館とかで調べるといいわ。私の権限なら多分禁書なんかも閲覧できるわよ。ノエムね、その子のことも心配ね。ラビリンスとかいう連中にさらわれちゃったんだっけ。なんだか気になるし、一応行方を追ってみるべきかしら。話を戻すわね。プリンセスナイトの参加ギルドの一つ、ナイトメアはその名の通り王宮を守護するのが目的のギルドよ。王家直属の親衛隊ってところね。まあ王家が常時保有している軍事力そのものよ。今は平和だから出番はないけど、戦争になれば最前線に立つことになってる。まさに軍隊ですよね。おっかないです。あのカオンを襲った派手な女の人もすっごく強くて殺伐としてました。兵隊さんなんですもんね。ああ、クリスティーナね。あれもいまいち素性がわからなくて怪しいのよね。まあナイトメアは王侯貴族が中心になってる格式高いギルドだし、多分
あいつも身元は確かなんでしょうけど、最近はちょっと治安が悪化してるとはいえ、この大陸では長い間戦争らしい戦争はなかったわ。平和な時代が延々と続いてるの。だから軍隊であるナイトメアも暇を持て余してるのよね。どんどん予算や人員が削減されて規模が縮小されてるわ。そんな状況に不満を抱いてクリスティーナは戦争を起こそうとしてるのよ。戦争が始まれば軍隊であるナイトメアは規模が拡大されるからね。往年の牽制を取り戻せるってことよ。落ち目だったナイトメアは復興して返り咲けるわ。それがクリスティーナの目的なんじゃないかしら。私はそう推測してるわ。もっと何か深い事情があるのかもしれないけど。ちなみにうちの国は地理条件なども相まって歴史的に普通の人間が幅を利かせてる。ビーストやエルフ、魔族なんかはマイノリティなのよね。他の地域なんかには普通の人間以外の種族の国もあるけど、ま、ランドソルでは他の種族は肩身が狭い思いをしてるのよ。だから他の種族の中には普通の人間に対しての不平や不満を抱えてる者もいるわ。そんな連中が今回の一件に触発されて暴動を起こしたりするかもしれない。そうなったらおしまいよ。種族間で対立して血まみれの内乱に発展しかねない。行き着く先は地獄よ。外国まで手を出してきたら世界中を巻き込んだ大戦になるわ。そんな戦争になっちゃうんですか？普段はそんな種族の違いとかは意識しないぐらい仲良くやってるのに。あくまでも最悪の場合はそうなるってことよ。そこまで一触即発って状態じゃないけど、普通の人間たちからの他の種族への明確な差別もないしね。うちの一族もエルフだけど貴族の称号が与えられたし、まあ成金の父が高値で無理やり買い取った感じだけど、けれど種族や文化や宗教、つまりイデオロギーの違いでたやすく戦争は起きるわ。それは歴史が証明している厳然とした事実よ。念のため最悪の事態も想定して備えておく必要はあるわ。ナイトメアがビーストたちの互助組織動物園の参加ギルドであるカオンを襲撃することでビーストと普通の人間が対立する構図になってるわ。戦争の火種がまかれちゃったのよ。身内が攻撃されたと知ったら動物園どころか他の地域のビーストたちの国家とかも黙ってないわ。最悪の場合本当に戦争になるかもね。そうなる前に争いごとの火種をもみ消そうとは思うけど、単なるギルド間の小競り合いで済めばいいんだけどね。もう襲撃は行われたわ。発生した事実は覆せない。事後処理が大切よ。そのために徹夜でも何でもするわ。戦争になったら最初に犠牲になるのは弱い者たちよ。女性、病人、老人、子供、婿の民草が血と涙で濡れるような事態は絶対に阻止するわ。ったくもう、こんなことなら私はナイトメアから離れるべきじゃなかったわね。私がいればクリスティーナなんかに勝手なことはさせなかったのに。お嬢様、手が止まってますよ。冷めないうちに召し上がってくださいね。はい、あーん。やめなさい、恥ずかしい。もう真面目な話をしてるんだからね。お嬢様、何かに夢中になると食事を忘れちゃうんですもん。無理にでも食べさせないと。あなたもどうぞご遠慮なく。あーん。わ、素直。普通もっと照れたりしませんか？はーい、どんどん召し上がってくださいね。私は料理がそんなに得意じゃないですけど。自分で言ってて悲しくならないの、スズメ？料理コツとか教えましょうか？
ぜか昔から料理はほんとダメで、頑張って特訓してるんですけどね。スズメはやる気が空回りするタイプだからね。むしろあんまり頑張らない方が上達するんじゃない？おっと、話の腰を折っちゃいましたね。事情がわからないっぽいあなたに説明しておきますと、いい悪いの話じゃないですけど、なんか冷静に考えてみたら、年上の男の人にあーんってするのは変かなって。でもなんかあなたって甘やかしたくなっちゃうんですよね。おっと、話の腰を折っちゃいましたね。事情がわからないっぽいあなたに説明しておきますと、お嬢様はもともとナイトメアに所属してたんですよ。ナイトメアではギルドマスターは団長って呼ばれるんですけど、お嬢様はそれに次ぐ地位である副団長だったんです。父から地位を受け継いだだけよ。あそこは代々貴族が団長などの要職に就くことになってるの。うちも単なる成金とはいえ、一応貴族の端くれだしね。ナイトメアは本当に規模が縮小されすぎて人手不足でね、他に誰も適任者がいなかったから、私が仕方なく副団長をやってただけ。でも平和な時代に軍隊なんて不要でしょ。マジでやることがなくて暇でね、適当に理由をでっち上げて離れたのよ。さっきも言ったけど、プリンセスナイトは王家直属の公的機関なんかを管理運営してる。戦災孤児なんかを引き取って育てる、まあ孤児院みたいなギルドもあるのよ。現代では書類上にしか存在しない、予算も与えられてない有名無実なギルドだったけど、私はそのギルドを復活させてサレンディア救護院って名付けて運営することにしたのよ。王宮で日向ぼっこしてるよりはよっぽど有意義だと思ってね。最近ロストって呼ばれてる怪奇現象、両親とか親戚縁者が消えちゃう不可思議な事件が増えててね、家族を失って行き場のない子供たちがいるのよ。あんたも面識があるっぽいけど、あのくるみとかがそうね。そういう子たちを引き取って私が保護してるわ。子供たちには安らかで幸せな人間らしい生活を送ってもらう。そのためのギルドがサレンディア救護院よ。私はこの仕事に誇りを持ってるわ。やりがいがある、私の人生を捧げるに足る崇高な使命なのよ。ありがとう。まあ今のところ理想ばっかり上滑りしてあんまりうまくいってないからお恥ずかしい限りなんだけど、子供たちを守り育てる、そのためだったら私は何でもするわ。まずは戦争なんかを起こそうとしてるバカどもをまとめて叱りつけてやんないとね。子供たちの未来を血で汚させるわけにはいかないんだから。くるみ、ねえくるみ、ごめん起きて。どうしたんですか、あやねちゃん。なんか変な音がしない？音？まだママサレンたちが起きてるんじゃないですか。今何時？今日はいつもより夜更かししたから眠たいんですよ。ごめんね、起こしちゃって。いいの、たまに悪夢を見た時とかあやねちゃんは心配して一緒に寝てくれるもん。今度は私の番っていうか、
恩返しがしたいです。あやねちゃん、よかったら一緒に寝ましょう。私と一緒なら安心でしょ。ぐっすり眠れるはずですよ。一人で眠れないってお子ちゃまみたい。私、くるみよりもお姉さんだからね。でもまあ、今回はくるみの顔を立てて一緒に寝てあげても。どうしたのくるみ、急に黙っちゃって変な冗談やめてよ。あやねちゃん。あれって私？どうして私が窓の外にいるの？主様、お目覚めください。主様、おはようございます。夜分遅くに失礼いたします。主様、お休みのところ申し訳ありません。少々よろしいでしょうか？いえ、やっぱり一人で寝るのが寂しくなったというわけではありません。スズメ様にこんこんと諭されて、そのあたりの理屈はしぶしぶながら納得いたしました。一応主様の寝室から一番近い部屋を寝床として与えられましたし、何か異変があればすぐ駆けつけられる手はずになっております。なので夜間何か気がかりな点などがございましたら、お気軽に大声を出すなりして知らせてくださいまし。私、数秒で駆けつけますので。えへん。ともあれ、先ほど悲鳴が聞こえませんでしたか？はい、どうも女の子のものらしい甲高い叫び声が。私の聞き間違いだったら良いのですけど。はい、昼間何度も命の危機にさらされましたしね。警戒しておくに越したことはないでしょう。最悪の場合また襲撃があるかもしれませんし、非常事態に際してすぐ動けるように。私、寝ずの番をしていたのです。ちょっとうとうとしていたのですけど、そうしたら悲鳴が聞こえまして、念のためこうして主様の様子を見に来たのです。主様はのんきにすやすや寝入っておられたので一安心でございます。よかった、ご無事で。やはり主様を一人で寝かせるのは心配でたまりませんね。ああ、主様、大事な大事な私の主様。また悲鳴が聞こえました。やはり私の錯覚ではございませんね。ふむ、悲鳴は救護員の広間の方から聞こえてきましたね。私ちょっと様子を見に行ってまいります。主様はここでお待ちを。いえ、ここも安全か分かりませんし、同伴してくださいまし。襲撃だった場合、私がなんとか主様だけでも逃がしますので。寝巻きのままなのはいかがなものかと思いますし、街灯を羽織ってくださいまし。あとは剣だけあればよろしいでしょう。参りましょう主様。十分に気をつけてくださいまし。私からあまり離れないように。信じて、私は嘘なんかつかないよ、いい子だから。
やっぱりそうだったんだ。パパやママみたいに私も本物じゃないんだ。あの窓の外にいたのが本当の私なんだ。だから、落ち着いてください。あやねちゃん大丈夫ですから泣かないで。湿気、すみません。何の騒ぎでしょうか。ああ、コッコロちゃん、あなたも。すみません、起こしちゃいましたね。私も悲鳴が聞こえて飛び起きてきたばっかりでよくわからないんですけど、どうもあやねちゃんが怖い夢でも見たらしくって。夢じゃないよ、本当に見たの。私がいたの。くるみは信じてくれる？わかんないですけど。あやねちゃん、私と一緒に寝転んでたのに、窓の外にももう一人あやねちゃんがいたんです。どういうことですか？くるみちゃんも、その、なんでしょう、もう一人のあやねちゃんを見たんですね。二人とも嘘をつくような子じゃないですけど、窓ガラスにあやねちゃんの顔が映っただけなのでは？それを見て、窓の外にいるはずがないあやねちゃんがいる気がして驚いちゃったとか、そんな感じではないでしょうか。違うよ、窓の外にいたのは私だったけど、私じゃないの。目が光ってたの。私の目とは違う色だった。それで私を見て笑いながら何か言ったの。よくわかりませんけど、どうしましょう。ちょっと私、外に様子を見に行ってみますね。不審者とか魔物だったら大変ですし、念のために。ふむ、魔物などでしたら一人では危険ではありませんか。どうも、スズメ様は荒ごとには不慣れなようですし。いえ、大丈夫です。ちょっと様子を見に行くだけですし。コッコロちゃんたちはあやねちゃんたちのそばにいてあげてくださいね。やばそうだったら大声を出しますので、みんなを連れて避難してください。みんなが逃げる時間ぐらい稼いでみせます。お嬢様が会合のために不在なので、サレンディア救護員のみんなを守るのは今は私の役目ですから。よく大見えを切って出てきたのはいいんですけど、普通に怖いです。お嬢様、スズメをお守りください。お化けとかだったら嫌ですね。いや、魔物でも不審者でも何でも嫌ですけど、単なる子供たちの見間違いだったらいいな。確かこの辺が、あやねちゃんの部屋がある位置ですよね。窓の向こうに何かがいたってことだから、この付近に不審なものがないか確かめれば。あやねちゃん？違う。あやねちゃんは、救護員の建物の中にいるはずです。あの子は言ったことは聞いてくれるお利口さんですし。ああ、よく見たら目の色が違う。それに目がぼんやり光ってる。あやねちゃんの言った通りです。これは誰？なんですか？遊び。遊び？違うよ、一緒に遊びたかっただけ。はい。さあ、早く
くやろうよ。モグラさん、かわいい。お兄ちゃん、頑張って。あ、今のってくるみちゃんの悲鳴。あの子たちに何かあったんでしょうか。どうしましょう。楽しい。あのあやねちゃんっぽい何かは今のところ危なそうな動きはしてませんし、とりあえず放置してみんなのところに戻りましょう。もしかしたらみんなのところにも何かおかしなものが現れたのかも。拝見。わはは、おお、王女様、今私に攻撃しましたね。ひどいです。私はいらない子ですか。だから処分するんですね。そうですよね。私ったらいつもドジで迷惑ばっかりかけてますから。落ち着いてくださいまし、スズメ様。どうも、あやね様でしたか。そちらの方のおっしゃる通り、これはサレン様ご本人ではないようです。そのサレン様はどうも同じ動きを反復しているだけです。落ち着いて対処すればさほど危険ではございません。サレン様らしからぬというか、訓練された戦士の動きという感じではありませんよね。推測ですが、人間の姿に化ける魔物か何かなのではないでしょうか。魔物、言われてみればどことなく正気がないというか、人間らしからぬというか。ちょっと確かめてみましょう。初めてお会いした日のこと覚えてらっしゃいますか。あれはお嬢様の12歳の誕生日でしたね。お嬢様は当時はまだ幼い子供だったのに、大人たちの前で立派なスピーチをされていました。給仕をしていた私はその日もドジってバースデーケーキに頭から突っ込んじゃったんですよね。覚えてらっしゃいますか、お嬢様。強化アイテムね。私が言ったことは守ってるようだけど。覚えてらっしゃらないなら、あなたはお嬢様ではありません。私のドジのおかげで肩から力を抜いてスピーチができたのだと、あなたのドジにはいつも助けられているのだと、そう笑顔でおっしゃってくれた
私が尊敬し仕える主ではありません。光のご加護。おかげさまで、私たちは無傷でございます。最後に、スズメ様がドジって転んだので、その分、無駄に負傷しておりますが。あはは、これは自業自得です。皆さん、ご無事で何よりでした。何だったんですかね、あのお嬢様の偽物は。倒れると同時に夢か幻みたいに消えちゃいましたけど、妙に手応えがなかったですし、血も出ませんでしたよね。生き物じゃなかったんでしょうか、お化けみたいなもの。あ、そんな風に見えましたね。何だったんでしょう、不可思議な現象ですけど。そう、私も詳細は存じませんが、主様の剣はアメス様から与えられた特別な代物のようですよ。先ほどのお化けみたいなものだけでなく、普通の魔物なども吸収することが可能なようです。理屈は分かりかねますが、今度アメス様に祈祷した際に詳細を尋ねてみますね。おっと、皆さん、どうものんきにおしゃべりしている場合ではなさそうですよ。魔力も魔力も有限です。いちいち相手をしていたら押しつぶされそうですね。余力があるうちに包囲を突破して安全なところまで避難すべきでしょう。そうですね。お嬢様が会合をしている場所まで逃げて保護してもらいましょうか。みんな、はぐれないように気をつけて一緒に来てください。ひー、朝から晩まで、今日はとことん修羅場ですよ。
エリザベスパークに突然魔物の群れが現れたんだ。オラたちを守って戦うペコリーヌ、その魔物を操るのは同じギルド美食殿のキャル。次回プリンセスコネクトリライブ第4章、最悪のエリザベスパーク、もう一度君とつながる物語、オラの牧場どうなっちまうだ。はい、お疲れ様。夜更けまで大変ね、あんたは。でもまあ間一髪窮地を脱出できたみたいでよかったわ。見てることしかできないとこういう時歯がゆいわね。ともあれ、あんたは今回恐ろしい怪奇現象に遭遇したわよね。一応補足しとくと、あんたたちは無事に逃げ延びて会合してたサレンちゃんたちに保護されたから安心してね。それからようやくゆっくり体を休めることができたわ。とりあえずは一息つけたわけね。まあ寝床を整えたりしつつ、あんたはサレンちゃんからある頼み事をされて、これから単身なぜか山登りをすることになるんだけど、まあ今はそれはいいわ。今後の目覚めてからのお楽しみね。それよりも今はあんたが行き合った怪奇現象の方が問題よ。最近この世界では様々な常識では説明できない摩訶不思議な現象が発生するようになって、そして人々の平和な日常を脅かしてるのよ。あんたも多分聞いたことがあるんじゃないかしら。そんな怪奇現象の中ではシャドウやロストあたりが有名ね。シャドウっていうのはあんたが今回遭遇したやつよ。お化けみたいな奇妙な存在、一般的には魔物の一種って思われてるわね。最近になってシャドウの目撃情報は急激に増えてるの。基本的に不気味なだけで無害ではあるみたいだけど、人が襲われた例もあるらしいわ、今回のあんたたちみたいにね。これがまた正体不明の存在で、どうも生き物ですらないみたい。刃物で切りつけても血も流れないし、食事も睡眠も取らずに延々とさまようだけの存在のようね。ただまあ気味が悪いし、シャドウは実在する誰かとそっくり同じ見た目をしてるみたいなのよ。そんなのシャドウに見た目を模倣された本人としては放置もできないわよね。今回あんたが出会ったのはアヤネちゃんとサレンちゃんによく似たシャドウだったわ。声までそっくり同じだったでしょ。あんなのがあちこちに大量に湧いてる。本来この世界に存在しちゃいけない何かが無数に出現してるのよ。逆にこの世界から何かが消えちゃう場合もある。その怪奇現象はロストって呼ばれてるわ。普通誰にでも両親がいるわよね。お父さんとお母さんが愛し合って結ばれて子供ができる、それが自然の摂理で、人間の哺乳類の基本よ。でもなぜか子供はいるのに両親の存在が確認できないみたいな事例が多発してるの。それがロストと呼ばれる怪奇現象よ。まるで最初から存在しなかったみたいに人間が消えるの。戸籍として扱われるギルドに所属した記録や人々の記憶から誰かが消える。単に記録から消えただけなら書類の抜けとか紛失とかで説明がつくんだけど、記憶からも消える。子供には必ず親がいるはずなのに、その親の記憶も記録もなくなってるの。存在するはずなのにいない。だからこそ不自然でロストという現象は認識されたのよ。親がいない、その記録も記憶もない子供が普通に生活してたりしてたのよ。普通に変だって思うでしょ。でもなぜか誰も疑問にすら思わなかった。ロストという現象が認識されて調査が始まってから初めて不自然に消失していると予想される人々がたくさん確認されたのよ。それが1件か2件ならまだ説明はつくわ。
親が子供を捨ててどっかに失踪して記録も丹念に消したとかね。子供はそれが悲しくて記憶に蓋をしたとかね。でもそんなことが数百件も起きてればこれはもう怪奇現象よ。それがロスト。あんたと仲良しなくるみちゃんもこの奇妙な現象によって両親を失ってるみたいね。シャドウもロストも今はまだ誰にも説明がつけられない謎めいた事象よ。他にもまだ認識されてないだけでいくつもの怪奇現象が発生してるはずだわ。これらの怪奇現象の原因は私には分かってる。この世界は歪み病んでおかしくなってる。シャドウもロストもそのために生じてるバグなのよ。世界が不自然な形に歪められた余波、悪影響ってところね。だから世界の歪みを正さないとシャドウもロストも根本的には解決しない。くるみちゃんも永遠に両親と会えない。うん、思い出せもしないままなの。そんなのかわいそうだって思うでしょ。あんなに優しいいい子なのに。だったらあんたが世界の歪みを正して。そのための鍵はあんたの周りに転がってるわ。それを一つ一つ拾い集めるのよ。そして世界の謎を解き明かし歪みの原因を除去するの。ううん、この世界を救うのよ。それは多分あんたにしかできないわ。期待してるし応援してる。頑張ってね主人公。かつて世界を救ったヒーロー。